はい、こんにちは。こんにちは。ノマド的節約室の松本です。アシスタントの佐賀谷です。今まで楽天カードのいろんな説明する動画を紹介してきたんですけども、はい、じゃあ実際作るのってどうやってやればいいのっていう、いや、気になるところですよね。ね、意外と分かりにくいところだと思うんで、はいはい、その作り方について、はい、まあ、画面を見せつつ紹介していけたらなと思ってます。はい、じゃあ早速やりますか。お願いします。はい、楽天カードについて、はい、なんだろう、仕組みとかが分からなかったり、もうちょっと詳しく知りたいよっていう場合は、はい、まあ、前の動画見ていただくか、うん、はい、ノマド的節約室の記事を見ていただくか、より理解が深まるかなと思います。はい、今回スマートフォンの画面で、はいはい、やっていくんですけども、でもう僕たちすでに楽天カードを持ってしまってるんで、そうそう、もう前回のね動画から見ていただいた通り、はい、松本さんも俺も持ってるんで、そうなんですよ、はい、なんでちょっと画面の申し込み手順を一から紹介していくんですけど、最後までいけない可能性がかなり高いと思いますね。まあ、途中まで、はい、ちょっとややこしく感じるところを特に重点的に紹介していけたらなと思うんで、そこを見つつ、まあ、あとはちょっと自力でよろしくお願いしますということで、はいはい、その点ご了承いただけたらと思います。はい、で楽天カード の, ページを開くと、まあ、キャンペーンとか入会特典についていろいろ出てきてると思うんで、まあ、それ参考にしつつなんだろう、いいなと思えば、はい、とりあえず申し込みに行くんですけど、はい、楽天会員の方と楽天会員でない方っていう選択肢がうん、あるんですけど、これ楽天会員にすでになっていたら、このカードのお申し込みのその申し込み手順、はい、みたいなのがちょっと、まあ、短縮できる、省けますね。ですよね。名前とか住所とか、はい、その辺の情報って楽天の会員登録するタイミングで済ましちゃってるから、うん、 そうですね、まあ、それが自動的に反映されるようになってるんで、はい、まあ、入力がすごい楽になります、ね。はい、ちょっと今回はちょっとイレギュラーではあるんですけど、はい、楽天会員でない方っていう体でちょっと申し込みを進めたいと思います。はい、まずブランド選択、はい、このあたりはちょっとわからない方には前回の動画ですかね。そうですね、はい、ブランドどれがいいのっていうのを見ていただければと思います。うん、今回はマスターカード、マスターカードですかね。はい、うん、マスターカードが僕はいいかなと思います。で一覧からご希望のカード、そうそう、好きなデザインいっぱいありますね。よしきでしょ。よしきしますか。やっぱよしきじゃないですかね。ここはここで堂々と出ます、ね。はい、よしきデザイン出てますね。これ選ぶと変わる、それぞれの名前がね、イニエスタデザイン、ビッセルコーデザイン、イーグルスデザイン、あ、なるほどね、バルセロナプレイヤーデザイン、うん、なるほど。これは、はい、エンブレムデザイン、買い物パンダデザイン、これが普通の通常デザインですね。で、やっぱ YOSHIKI で。YOSHIKI でデザイン選んだら、はい、次は名前を、はいはい、入れていくんで、自分の名前を入れましょう。はい、メールアドレスは楽天会員にも登録することになるんで、はい、まあ、よく使ってるメールアドレスを使うのがいいかと思います。はい、楽天カード、楽天ポイントカードからのお知らせってあるんですけど、はい、受け取るようにすると、まあ、要はメルマガですね。メルマガ来るけど50ポイントもらえるよっていう、うん、はい、メルマガ見るのめんどくさかったら受け取らない、はい、はい、躊躇なく受け取らない、はいはい、で住所の入力ですね。ここはちょっとめんどくさいとは思うんですけど、住所の候補を入れると、はい、住所検索のボタンを押したらこうやっていろいろ出てくるんで、はい、選んでいただければ。で家族について、はい、まあ、はい、配偶者っていうのは実際に 法律婚してるかどうかかな、はい、これで世帯人数、まあ、同じ世帯に一つ住んでる人数ですね、はい、居住状況、持ち家かマンション、アパート、借家、うんうんうん、社宅、寮、下宿、曲がり、その他、なんか選択肢めっちゃ多いですね。まあ、自分で当てはめるやつ、自分で当てはめるやつを選びましょうなんですけどね、はい、50年数はこれもまあ当てはまるやつを選ぶっていう感じです、はい、はい、住宅ローン、
もしくは家賃を払ってるのであればこれを選んでください。次、お勤め先学校について、はいはい、これも当てはまるやつを選ぶ感じですね、はい、選択肢少ないなここは少ないですね。そうですね、お勤めの方でいいんじゃないですか、ね、はい、年収は年収、まあそれっぽい金額というか大体把握してる金額を入れてもらえたらいいかなと思います、はいはい、もう今回はねとりあえず、ね、とりあえずなんで、はい、まあ、よくあるであろう500にしちゃいましたけど、はいはい、世帯年収は家族、はい、住んでる人全員での年収ですかね、はい、で預貯金額、はい、まあ、1年間のクレジット支払いを当てることができる金額って書いてるんで、うん、そうですね、当てはまる、はい、どれでもいいと思います、うん、で請求書送付先、はい、これはまあ自宅にしといたらいいと思います、うん、勤務先来ても嫌でしょう。そうですねうん、でカード入会後のご利用目的は、うん、まあ、これ両方選んでも全然いいんですけど、うん、まあ、普段の買い物に使うのが多分基本だと思うんで、うん、上チェック入れます、はい、借り入れはキャッシングとかをする予定ないっていう、はいはい、チェックしないです、うん、で買い物にチェック入れると下に楽天カードベストレコメンドっていう、はい、なんかこれメールマガですかね、キャンペーン情報が来るよみたいな、なるほどなるほどなるほどですかね、あ、レコメンドですかね、レコメンド、うん、おすすめってことですね、はい、まあ登録しちゃうとメルマが増えるんで受け取らない、うん、はい、します。でここですね、自動リボサービス申し込み、ここちょっと注意なんで、はい、はい、見ていただけると嬉しいんですけど、はい、まあ、自動リボサービスって名前の通りで、うん、あの申し込むとリボ払い、うん、楽天カードの支払いがリボ払いになって、はい、毎月支払いの金額は一定になるんですけど、うん、その分手数料がかかっちゃいます、うん、支払いは引き延ばし後延ばしにしちゃうんで、うん、その分利息取られてしまうから、うん、基本申し込まない方がいいです、はいはい、一括払いで済ませるようにしたら、はい、あの手数料は一切かからないです、うん、楽天ポイントだけちゃんともらえて、はい、手数料はゼロになります。もうここ絶対申し込まない方がいいです。で次、楽天カードのキャッシング枠は、まあ、あの ATM とかでキャッシングしたりとか、まあ、海外でも ATM キャッシングできるんですけど、はい、その時の最大の限度額ですね、いくらにするかっていうのを自由に設定できます、はい、これもまあどれでもいいんですけど、はい、はい、まあ、自分が自分、まあ、借り面のためにっていうところも含めて、そういうことですね、はいはい、他社からの買い入れ金額はこれもキャッシングをしてるかどうかですね。ああ、だから他の銀行からキャッシングとか、あ、他のクレジットカード会社からとか、そう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 ってことですよね。ですね、まあ、してたらありで、うんうん、ありにしたら早く超えて出てきますけ ど、まあ僕借りてないんで、はい、はい、なし、まあ基本借り入れなしでいきましょう、はい、で次、家族カード、家族カードを、はい、まあ、もし作る場合は申し込む、うんうんうん、まあ、無料で作れるんですけど、はい、基本おすすめはしません。というのは、あのここに入会で1000ポイントって書いてますけど、はい、家族カードを作ると1000ポイントしかもらえないんですよ、はい、自分で申し込んだ方がいいんじゃないですか。自分で申し込んだ方がいいですよねで家族カードやっちゃうと、はい、まあ、夫婦の場合こじれた場合にややこしくなるので、うん、はいなるほど、まあ、さ あんまり考えたくないことですけど、はい、まあ、まあ、なるほど、まあ、そうですね、はい、僕じゃないですけど知り合いの夫婦でちょっといろいろあったとこでは、はい、奥さんが家族カードめっちゃ使いまくって困るっていう話を聞きました。なるほど、気をつけましょう。そういうのあるんで、はい、基本家族カードは申し込まない方がいいっていう僕はスタンスでいます。なるほど、はい、なんで1000ポイントにつられるよりも自分で個人で作る方が、それぞれ作る方がキャンペーンもお得です、はい、で ETC カードですね、はい、これは もし ETC 使うんであれば、はい、あの申し込みチェックしておくといいです ね、うん、そうですね。で楽天の会員ランクがダイヤモンドかプラチナになってると、うん、はい、ETC カードの年会費が無料になります。別に僕はいらないんで、はい、そのまま行きます。で次ですね、AD を、はい、楽天 AD をつけるかとか、はい、これはもうつけといたらいいと思います、うんうん、楽天カードと、まあ、楽天 AD が1枚のカードで一緒になるんで、希望するに、まあ、あって損するもんじゃないですもんね。ではないです、ね、うん、でしかも
楽天につけておくと500円分つくんで、うん、そうですよね、うん、500円分タダで買い物できます、はいはい、もうこれは上にしとくのがいいと思います、はい、でエディのオートチャージ、はい、あのオートチャージができる店で、はい、買い物した時にエディの残高が少なくなってた時は自動的にエディがチャージされるようになってるんですけ ど、まあ、それを設定するかどうかを選べます、はい、金額を選べるんですよ。条件も細かく設定できるんですね、うん、3000円以下になったら3000円チャージするって今なってますけど、はい、デフォルト最初の状態ではね、これ1000円以下にすることもできるし、うんうんうん、1000円以下になったら、でいくらチャージするみたいなのを決めるんですね。うん、なるほど。例えば何ですよ、楽天エディ使って、はい、まあ、850円になっちゃったってなったら、うん、勝手に3000円チャージされて、はい、で3850円に残高がなるっていう感じですね、うん、ってことですね、うんうん、でオートチャージは確か楽天カードから引き落とされると思うんで、はい、1% ポイントつくと思います。錬金術や。錬金術、はい。で次、はい、楽天エディからのお知らせ、はい、まあ、これまたメルマガですね、はい、受け取らない、はい、で支払いの口座、これ口座引き落としの話ですけど、はい、これはもうネットで手続きできるんであればしておく方が楽ですね、はい、そうですね、インターネットバンキング、はい、ネットバンクを使ってるのであれば、はいはい、上を選ぶといいですね、はい、まあ、もしネットバンクないやったら郵送で手続きになります、はい、ネットで手続きする場合はどの銀行にするか、あ、なるほど、いろいろ選べます、まあ、もちろん楽天銀行一番いいですね、はいはい、楽天銀行については過去の動画でいろいろ説明してますんで、それかノマドの記事を見ていただけると、はい、はい、いろいろ使い方書いてますで、ね、買い物も 1% アップするんで、うん、絶対楽天銀行おすすめです、はい、で最後暗証番号、次の画面に進むと、はい、まあ、勤務先の情報を入れてくださいってなるんで、はい、まあ、どういう会社なのか、はい、いろいろ、これはいろいろあるんですね、選択肢がめちゃくちゃありますけど、英語バージョンになります。ありますね、こっちの会社ココアって言うんで、勤務先名を入れます、はいはい、でどこに会社があるのかっていうのをこれで選びますね、都道府県の表現です、はい、で勤務先の電話番号、はい、まあ、これも入れます。で会社とか、まあ、自営業とかの勤務年数ですね、うん、これをまた選択肢の中から選んでもらって、はい、で職種、仕事の職種、うん、なんだろうな、技術職ですか、技術ですかね、うん、分かりにくいで職業、会社員、自営業、公務員、パート、はい、会社員に行きましょう、はい、はい、で職種、これ情報通信ですかね、そうですね、いろいろ、まあ、うん、選択肢あるんで当てはまるのを選んでください。情報通信業、はい、はい、で、まあ、運転免許証あるから、はい、あ、やったら入力、はい、っていう感じですね、ちょっとなしにします、面倒なんで、はい、で次進むと楽天会員情報の入力、そう、まだ楽天会員になってない状態で進んでるんで、なんで、まあ、とりあえず会員登録しますよみたいな確認画面が出てきます。そういうことですね、はい、で、楽天会員になるためのパスワードを入力します。これ暗証番号とは違います、はい、あの楽天会員すでになってる場合申し込むときはこういうの出てこないと思うんで、はい、そうですよね、はい、うん、で楽天会員ニュースは受け取らない、でこれで楽天会員の登録、はい、できちゃうので、とりあえず口座情報入力へっていうボタンを押します、まあ、さっき選んだ口座の登録手続きですね。そうです、そうです。なるほど、はい、楽天銀行とか、まあ、それぞれ登録しているネット銀行の ID、うん、パスワードを入れて進みます、はい、でちょっと次進みます。今すぐ口座確認できる、なんで、はい、ここで確認画面、さあ、あのさっき最初から入力してきた楽天カードを作るための名前とか住所とかの情報が
ずらずらと出てくるんで、はい、まあ、それがちゃんと合ってるかっていうのを確認していきます。はい、まあ、楽天イナビ専用パスワードを設定しておくとよりセキュリティがですよね、高くなるとですね、はい、これ同意事項規約とかがいろいろあるんで、はい、まあ、同意する、はい、これ確認してもらって、こうやっていろいろ規約があるんで、そうそうそう、いっぱいあるなこれ、多いですね、読ませますね。で、まあ、読んだという体で同意します、まあ、はい、でこの申し込みと楽天会員登録を完了するっていうのを押すと、はい、はい、楽天カード作れちゃいますね、はい、はい、皆さん、すでに楽天カード持ってる人が2枚目3枚目っていう感じでむやみやたらに申し込んだりとかをしないでください。今回ちょっと説明するために、そうですね、はい、わざとこういう感じで申し込み画面をやっただけなので、はい、そんな感じで、そんな感じで手続きがまあ一応できるので、できるんですね、はい、でもこれからまあ審査があって、まあ合格するかしないかっていうところですね、っていうところですかね、はい、はい、で新規入会で2000ポイントもらえると思うんですけど、はい、受け取り方法の確認をこちらっていうところもあるから、はい、これで受け取り方の手順が動画になってるんですかね、はい、ああ親切ですね、こうやって画面が動画というか出てくるのは、まあちょっと楽天会員じゃない人向けに、はい、手順を作ってるんで、あ、紹介してるんで、はい、変わっちゃうかもしれないんですけど、まあ、楽天会員やともっと簡単に、うん、多分こんな時間かからずサクサクとできちゃうと思うんで、うん、はい、まあ、この画面を参考にしつつ、はい、作ってみてはどうかなと思います。はい、はい、この節約チャンネルでは、まあ、節約貯金、まあ、カードのこととか投資とかいろいろ節約やお金に関する情報を発信していきますので、はい、もし気に入っていただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。嬉しいです、はい、今回も長々とご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。